さんに送っちまう。おいババなんで起こしてくれなかったんだよ。なんで起こしてくれないって、あんた今年で30歳になるんだから、それが自分でちゃんと起きなさい。いやもう行ってきます。くそ、昨日キャバクラで飲みすぎたせいで寝坊しちまったぜ。まあ全力出していけば間に合うか。バーバー邪魔だお前、道の真ん中でタラタラ歩いてんじゃねえよ。ったく急がねえとな。なんてね、ヒーローがそんなことするわけないじゃないか。おねえそんな顔するな、冗談だよ。さあおばあちゃん大丈夫ですか、立てますか。怪我はないですね。よし、あります。よし、何かあったら遠慮なく僕に言ってください。あ、荷物家まで持ちましょうか。あ、お願いします。あ、大丈夫ですか。怪我ないですもんね。あ、これお願いします。よし、自分で帰りますね。何かあったら僕に言ってください。お気をつけて。ちょっと、くだらないとこで時間食っちまったぜ。急ごう。このまま走っても間に合わないかもな。え、うわこの車鍵差しっぱなしじゃん、ラッキー。この車乗って会社まで行くぞ。よし、立ってましていくか。おじちゃん誰、この車盗もうとした。は、俺が。いや、してないしてない。ヒーローがそんなことしていいんだ。動画撮って TikTok 載せよう。違うやめてくれ。違うあのほら車の鍵がさ、ほら差しっぱなしだったから、こう誰かに取られないようにちょっと見張っててあげた。そうそういうこと。本当なヒーローがね、車なんて盗まないよ本当にね。だからあのちょっと動画撮ってさ TikTok 載せるのはやめよう。あの今の時代の拡散力ってね、もう本当すごいんだからね。分かった。よし、分かったか。よし、いい子だ。じゃあ車の見張りは頼んだ。よし、じゃあ用事があるからお兄さん行きますよ。よし、じゃあね。よっしゃ、くそ、まさかガキが乗ってるとは予想外だったぜ。黙って走っていくか。ちょっと疲れた、ちょっと休憩しよう。はんぎゃ、なんだあのダイナマイトボディの女性は。ここで声かけなきゃ一生後悔するに違いない。よし、ナンパしよう。お姉さん一人、よかったら俺今からヒーローしてやるんだけど見に来ない。いや、今から人と会う約束してるんで。そんなこと言わずにさ。あ、そうだ、今来てくれたらピンクレンジャーとして出演させてあげるよ。すいません、ちょっと興味ないんで。お願いします、お手だけでもいいのでやってください。ちょっとやめてください、恥ずかしい、子供が見てますよ。え、おじさん何してんの。あ、いや、そう、これこのお姉さんの趣味なんだよ。こういう SM チックなこういう趣味があるんだ、このお姉さんは。はぁ、僕にヒーローの格好させてナンパさせて土下座させる、これがねお姉さん趣味らしいんだよ。ああ、ちょっと何言ってんのよ。あ、もう演技終わったからもういいよ。ああ、やっぱり君の趣味にはもう付き合いきれないな、別れよう。じゃあ、お姉さんキモーい。違う、これは、なんとかごまかせたぜ。さすがにさっきのは見てもなかったからな。ていうかそろそろマジ急がねえとやべえ。お、オカレンジャーだ、一緒に遊ぼうよ。あ、ちょっと今急いでて時間ないから、また今度ね。やだ遊ぼうよ、遊ぼう。やだ、絶対遊ぼう。分かった。じゃあ時間ないからちょっとだけね。やったー、ちょ、ソリやって遊ぼうよ。ソリ、オカレンジャーがかっこよく滑るとこ見てみたい。ほら、やってよ。よし、いいだろう、しっかり見とけよ。よし、行くぞ。
ちょっと転んじゃったけど、かっこよかっただろ。おい、なんだよその冷めた目は。だって全然思ってなかったと違ったんだもん。おい、いいよ、じゃあもう一回やってやるよ。お前もういい、もう危ないから。いや、いいいい、お前がそうやって言ったんだから、お前、じゃあ俺やろうともできんだからな。いや、綺麗にやってやる、綺麗にやって。しかもほら、時間もないって言ってたじゃん。ああ、そうだ、急いでるんだった。あ、忘れてた。じゃあ急ぐから、じゃあな。うん、なんだかんだギリギリ間に合いそうだな。よし。ああ、おっせえな、カレンちゃん。ヒーローショー始まっちまうぞ。まだかっちまうぞ。ああ、なんとかギリギリまでやった。遅いぞお前。ああ、すいません。始まるぞ。よし、はい、行くぞ。じゃあ行ってこう。よっしゃ、よっしゃ。トゥー、カレンちゃん参上。また今度ね。やだ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 、言わない、言わない。分かったから。時間ないからちょっとだけね。うん、やった。ちょっとテンションが違くて、なんでさ、やったの時だけ、うん、やった。テンション明るさを下がって、ごめん。